お母さんに電話しましたね。受かったよって言ったら、私はすごい嬉しくてウキウキで喜んでもらえると思ってかけたんですけど、え？って言ってて、本当に受かっちゃうとなると、やっぱり学校のことも心配だし、お父さんも納得しないだろうし。娘の真夏が乃木坂46に合格したと聞いて、私は反対した。誰にも言ってなかったです。私あんまり人に自分のこととかあんま本当に喋んないんですよ。合格時、真夏は高校3年生。私は娘に強く言った。まず高校を卒業しなさい。そして、オーディションを受ける前から取り組んでいた大学受験をきっちりやり遂げなさい。多分、そのアイドルをやりたいという気持ちはすごいあって、多分心のどっかでは学校もちゃんと通いたいという気持ちがあって、で、一回面談をしようっていうふうになって、活動何もしてないですけど、休業っていう形を、高校3年のその日から大学に入学して初めての夏休みを迎えるまで、娘の口から乃木坂についての話を聞くことはなかった。もう乃木坂のことは忘れたか、諦めたかと私は思っていた。でもある日、突然活動を再開したいと娘の口から告げられた。その時、私はなかなか現実を受け止められなかった。私は芸能界という世界が全くわからない。自分が住む世界と違いすぎる。テレビに流れる自分の娘を見て、娘が娘じゃない、遥か彼方に行ってしまうような寂しさ。活動を再開するとき、娘は私に言った。乃木坂は今しかできないこと、今この手の中にあるチャンスを絶対に逃したくない。あれから3年、一抹の寂しさは変わらずある。でも、娘は全力を注いでいる。目の前のことを楽しんでいる。後悔をしないように、一生懸命自分の人生を生きている。今の真夏が最大限打ち込めるものが乃木坂であれば、あの時、活動を再開して本当に良かったと思う。真夏へ、いつも笑顔でいられる環境が見つかって本当に良かったね。忙しいと思うけど、ちゃんと大学にも行けよ。たまには連絡しろよ。ずっと言えなかったけど、もう反対はしていない。今は常に真夏の味方だよ。今の VTR を見ている最中の真夏さん、これなんか真夏がやっぱりお父さんとちょっとこうわだかまりがあるっていう話を聞いてたから、これお父さんからのナレーションっていうのはかなり真夏に響いたんだなって思う。なんかそうだね、このね映像を通してね、なんかあお父さんこんなこと思ってたんだっていうのをね知ったんだろうからね。今の真夏が
最大限打ち込めるものが乃木坂であれば、あの時活動を再開して本当に良かったと思う。真夏へ、いつも笑顔でいられる環境が見つかって本当に良かったね。忙しいと思うけど、ちゃんと大学にも行けよ。たまには連絡しよう。ずっと言えなかったけど、もう反対はしていない。今は常に真夏の言い方だよ。